はい、えー、皆さんこんにちはこんにちは今日は9月の19日月曜日です、はいえー、今日は月曜日なんですけど祝日でお休みですねうん、えー、今日は何の祝日ですか今日は敬老の日ですあ敬老の日ねはい、はい、あのー、お年寄りをねえー、とまあ大事にしようというかねそういう日ですね、うん、昔はあのー、9月15日だったんですよねあそっかうん 最近はなんかこう月曜日に来ることになってこうまあ連休土日月とね休みになるようにっていう,うにまに、あ、最近はねそういう祝日多いですけどねうん、うん、まあそんなところですが、えー、まあこの連休なんですけど、まあ、すごい大きい台風が来てるっていうことで、うん、まあ危ないなと思ってますけどね、うん、まあ僕らの住んでるところにはまだ来てなくて、うん、まあなんとなくちょっと台風っぽい 雰囲気はありますけど、うん、これからですね、今夜から明日にかけてが一番ちょっと危ないんじゃないかなと思っているので、うん、まあちょっと今ね、気をつけています。はい、はい。皆さんも気をつけてください。うんはい、ということでまあ、本題ですが、えー、敬老の日ではなくって、うん、はい。今日は、えー、明治の日なんですね。あ、明治の日うん。そうなんだ。そうなんです。へー。 あのその昔ね、うん、1870年かなの、えー、この日、9月の19日にあの、普通の人でも名字を名乗ってもいいですよっていうあの法律というかあの、平民名字許可令かな難しい <laughs> あのちょっと。確かそうだ。<laughs> っていう、まあ、法律が出ましたへ<ー>、はい、でそれより前までは、まあ、簡単に言えば偉い人しかその名字を名乗ってはいけなかったとそうなんだ、うん、そうなんですだから例えばこう名前で今マサさんあさみさんみたいにやってるじゃないですかその名前しか名乗っちゃいけなかったうーんでまあ名字っていろいろありますよね、うん、まあ例えば、まあ、田中さんとかうん 鈴木さんとか。はい。いろいろあるじゃないですか。うん。そういうのは。あの、普通の人は名乗れなかったんですね。そうなんだね。うん。まあ、その理由は。あの、まあ、いろいろあるんだけど。あの。まあ。やっぱ偉い人が、こう、名乗るっていうのも一つあった。っていうのもあるし。あとは、その。まあ、文字とかが。まだ。その、わからないっていうか。うん、書けなかったり、読めなかったりする人多かったから。 あのまあ、ややこしくなっちゃうっていうか難しくなっちゃうからっていうのも多分あったんじゃないかって言われていてそのなのでこの明治時代ですけどね1870年にこの法律が新しくなってまあ普通の人でも名字を名乗ってもいいですよと言われてからもその、まあ、字が書けない字が読めないっていうのが多くてあ,のあんまりこう広がらなかった。 そうなんだ。うん、まあ、そんなことを言われてたりもするようですね。ん<ー>うん。まあ、ちょっとよくわからないところもありますけど。で、あと、まあ、そんなことで、まあ、昔は名前もひらがなの名前の人が結構いたんですね。うん,うん。うん。まあ、おばあちゃんとか多いですよね。そう,そう、そう。うん。で、それで、まあ、だんだんと、みんながこう漢字とかを書いたり読んだりできるようになってきて。まあ、今のような感じになってきてるというふうに一応言われています。 へー知らなかった、はい、まあでもこの辺って実際がどうだったのかっていうのはその頃のその普通の人に聞いてみないとわからないところがあるじゃないですかうんだからちょっと難しいなとは思ってるんですけどね確かにね、はい、で、まあ、ここで問題ですはい、はい、日本人の名字の中で多いやつを10人答えてください10人多い順に え5人にしようか5人5人にしますわかりました、はい、僕はちょっとこれ答えを見ながらでさっき言ってた、はい、中には中のものあるじゃないですかそれはそういうことは言わないですわかりました 1>,、はい、1位からはい,いや別に1位からじゃなくてもいいですでまあベスト5ですねはい、はい、と思われる皆さんも考えてみてくださいねはいもういけるあ えつまあやってみてください,いけるかなはいどうぞえっと田中さんはいお田中さんは第4位ですねえそうなんだ、はい、132万6万六千人ぐらいとあそうなんだわれています第4位4位なんだはいえっとあとは鈴木さんお、はい鈴木さんはですね、うん、まあ鈴木さんって結構いそうですもんねいそう一番多いぐらいのイメージありますもんね うんはい、鈴木さんは第2位ですえっ、うん、<え>およそ178万6千人いると言われています 2>, 2位なんだ、うんはい、ちょっと待って <laughs> じゃあ佐藤さんおおまあね佐藤さんはね佐藤さんですねやっぱりね佐藤さん1位です <laughs> 佐藤さんが1位なの 1>、はい、佐藤さん1位ですは,い佐藤さんは 185万3,000人いるんで、うん、もう結構あのヨーロッパの普通の国全部ぐらいの<ー>ね200万人ぐらいの国結構ありますもんねある、はい、多いねはい佐藤さんが1位なんだはい佐藤さん多いですね待てよ今ちなみに話していた1位の佐藤さん、うん、そして2位の鈴木さんがもう圧倒的に多いですだよねははいこの3つは 分かってました。あ<や>、二<な>つです。あ、二つ。はい。あ、二つ、ね。佐藤さんと鈴木さんが多いです。はい,はい。はい。その下はやっぱ結構少ないです。あ、そうなの。そうです。だからさっき出た田中さんっていうのは。結構少ないですね。そこで比べたらね。そうなんだ。はい。えっ、あと二つがね。わからないんですよね。適当にちょっと。皆さんも考えながら。ねこの。お、多いんじゃないかと思われる名前を。多いんじゃないか。 そうだな。誰だろう。難しいね。適当にどうぞ。井上さんあ。井上さんは。十六位ですね。微妙。およそ六十一万人と言われて、<laughs> 井上さん十六位です。まあ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 。ちょっと高いね、でもね。はい、え。 あと。松本さん。ああ、松本さんは十五位です。六十二万二千人。ですね <laughs> 結構いますね。はい、なかなか出ないですね。はい、野村さん。野村さん。野村さんはランキング外ですね。あら、そうですか。はい。 難しいですね、はい。そんなに難しくはないですけどね。出会ったことありますか。<laughs> あ,あると思いますよ。あ、本当ですか。うん、あると思いますうん。ヒントをください。<laughs> ヒントは。まあ、ヒントって言ったらですけど。はい、やっぱ佐藤さん。っていうの、まあ、とっていうのが、まあ、富士っていう字なんですけど。はい、まあ、その富士っていう字は。 多いですよね、非常にね。<ー>日本人ね。なるほど。はい、藤原さん。あ、そっち。<laughs> 藤原さんは今二十位には入ってないですね。あ、そうですか、はい。入ってないでランク外ですね。じゃあ、加藤さん。お。あ、そうですね。加藤さん第十位です。あ、そうですか。はい。八十八万二千人ですね。でも、そういうこと。あ、そういうことです,こ<の>ですよね。 とうっていう字がつくのはね、うん、多いですよね。斉藤さん、斉藤さん十九位、五十三万八千人です。これ終わりますかね。<laughs> 出るかな。まあなかなか難しいかもしれないですね。そうなってくると。ちょっと教えてもらおうかな。もう答え言っちゃいます。はい。皆さんいいです。えー、っとじゃあ今一位佐藤さん。 はい、2>, 2位鈴木さん3位高橋さんです高橋さん、はい、高橋さんは139万9千人ですね全然思いつかなかったです、はい、まあでも高橋さん多いですよねいますね非常に多い印象がありますねなるほど、はい、そして4位が田中さんねさっき出たはいで5位5位は伊藤さんですあ伊藤さんいますね、はい、伊藤さんは100 六万五千人ですね。そうなんだ。はい、ちょっとわからなかったです。まあでもあの党がつくっていうのでね、うん、多いんですよね。確かに、うん。じゃあこれ十位までいっちゃいますよ。はい、お願いします。六位が渡辺さん。七<ー>位山本さん。八<ー>位中村さん。九位小林さんです。 そして10位が加藤さんですね。そうなんだ、はい。ちなみに9位の小林さんまでが100万人以上います。なるほど。でそのより下はまず、あ、それより少なくなっていくということですね。はい。あのまあちょっと難しい問題だったんですけど、苗、えー、字のまあ人の多い順のまあちょっと問題を出してみました。うん。皆さんの国とか地域で このの字は多いいぞというのをねもしあったら教えてください。うん。はい。それ結構気になるよね。気になるのどの国で何とかっていう人が多いって気になるなって、ね。面白そう。思うよね。うん。まあやっぱり僕らも中国とか韓国とか、まあ、近いね国の方々だとあそういう名字あるよねって分かるんですけどもうほんと全然違う国例えばヨーロッパとか南米とかで。 あのこういう名字多いですって言われたらすごい勉強になると思うんでぜひ皆さんの国や地域の多い名字を教えていただけたら嬉しいなと思いますはいあちなみに名字っていうのはあのラストネームのことねあ、はいそうだねラストネームのことです名字とはっていうのをね、はい、あまあでもまあ分かりますよねうん、はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございましたありがとうございましたではでは